では次、マニルの次。マニルの次は、トーテー。このトーテー。このトーというのは、トー。テイというのは、チョーです。日本語は、まあ、そこと言いますけれども、韓国語は、まあ、チョーです。トー上ヒー。トー上ヒーとなってますが、もうヒーは、もう韓国語ではほとんどイーです。トー上ヒー。教授には、到底できませんと。오늘중에는도저히할수없습니다。할수없습니다。できません。도저히。次は常に。これは向上という항상。항상。常に。常に準備。항상準備。常に勉強、항상공부、常に運動、항상運動、とこうなります。항상、常に準備しましょう。항상、準備、합시다。準備は準備、합시다はしましょう。항상、常に。その次は、一緒に、これは含むという、go という漢字が、함です。함께。固有の価値というのをよく使います。一緒に行きましょう。価値값이다。価値값이다。함께という、この漢字だったら、함께。함께값이다。とも言います。共に含むという、간という字は、함です。함께、一緒に。今というのは、韓国はこの、ただいまという漢字。ただがちと呼びます。今はくんです。ちぐん。ちぐん。今何時ですか？ちぐん。みょっしーいみっか？ちぐんみょっしーえよ。みょっしーというのは何時です。今。ちぐん。ちぐん。本当にというのは、これは正しいという漢字は、日本語は正とも小ともいろいろ読み方がありますけれども、韓国語はちょん。チョンです。本当に、本当の、まい。ちょんまい。ちょんまい。本当に。ちょんまりえよと言ったら、本当です。ちょんまりえよ本当です。こじんまりあにえよこじんまりじゃな。嘘。本当です。嘘じゃないです。ちょんまりえよこじんまりあにえよとこうなります。すでにというのは、ぼっそーという固有の単語もありますが、意味、意味、この、きみというこの漢字、意味、すでに決まりました。意味、정해졌어요。정해지다というのは、決まる。意味、정해졌습니다。すでに決まりました。意味、すでに。ものすごくというのは、この、こう、広いというこう、そう、構想に、とこうなる。굉장히、굉장히、ものすごくです。ものすごくたくさんの人が来ました。굉장히、많은사람이왔습니다。굉장합니다。ってな、ものすごいです、すごいです。굉장하다。というのは、構想だ。ものすごい、形容詞。ひがつきます、副詞で、すごく。ものすごく、굉장히、굉장히、굉장히。ものすごく。その次は、全く。これは、全然。全然で、全然。まあ、これが短くて、全然、全然という、簡略化された、全然というのが非常によく使われますが、この全然を、韓国語で言いますと、全然です。全然が、全然になっているわけですね。全く。全く。全然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 ありません。전혀없습니다。全然ありません。やはりは、またという字と、この是非の是で、これは、よきしです。よきし。やはり、よきし。よきし、くろっこな。やはり、そうですね。やはり、そうなんですか。よきし、くろっすんにか。よきし、くれよ。やはり、そうです。よきし、やはり。すなわちは、即という漢字。これ、チュッ。チュッ。すなわち、チュッ。チュッ。即という。即時だったら、チュッシー。
直進でございます。例えばというのは、仮にという、カレーという漢字を書いて、カリオン、カリオン。例えば、カリオン、カリオン。例えば、我々が、まあ、例えば、カリオン、我々が勝つならば、カリオン、ウリが、イギミョン、イギだ、勝つ。ウリが、イギミョン。例えば、我々が勝てば、カリオン、カリニーという感じですね。あるいはというのは、北死、北死、うん。これも漢字、この字が、北死、北死。この是非の是は死です。是非は死び、北死。これも漢字から来ている言葉ですね。あるいは、相当に、かなり。これは、相当が三段。三段いい。三段いい。かなり。かなり難しいです。三段いい。お量をよ。かなり難しいです。三段いい。おりょぶすみだ。おりょった。難しい。相当。三段いい。三段いい。この相というのは三と読みます。等は単です。常に相という字は三。等は単ですから。三段いい。かなり、まあ、相当にということですね。実意だったら、実というのは、韓国は真。真ろ、真ろ、実に、真ろ、実に、実に面白い話です。真ろ、재미있는이야기입니다。真ろ、真ろ、実に、真。実というのは真。ちょっとですね。